こんにちは、みじゅです。今回の動画ではスズキから新たに登場した新型フロンクスのご紹介をしていきたいと思います。先日は 4WD モデルのねフロンクスをご紹介したんですけれども、こちらは2トーンの肉のモデルになります。ホワイトとブラックの2トーンカラー、コントラストが効いていてすごく美しいですよね。フロンクスは造形がすごく欧州車っぽくって、今までのスズキ車とはちょっとね一味違うような雰囲気を醸し出していますよね。最初見た時私はすごい衝撃を受けました。とても高級感もありますし、最近トレンドのねちょっと顔が強めな印象がすごくあったので、これは売れそうだなと思っています。灯火類も全て LED だったので、これはねすごく力の入った車両だなというのを感じます。そしてボディラインがねすごく美しくて、注目してほしいポイントはこちらのダブルフェンダーです。前後ともにダブルフェンダーということで、プレスラインが2本線が入ってると思うんですけれども、こちらによってなんかボディ全体がね陰影がより濃く出ていて、立体感のあるデザインになっていますよね。こちらはコンパクト SUV のサイズ感なんですけれども、下部に重心が来ていてどっしりとした印象がありますよね。実際に見てみるとかなりね車両サイズ数値よりもなんか実際の大きさ、かなりボリュームが出て迫力が出てるように感じました。で、後方から見てもかなり上がキュッと締まってて、下にかけて重心が落ちてるようなデザインですよね。テールランプは横に一直線の一文字型で、後続車からのね視認性もかなり良いかと思います。続いては内装を見ていきたいと思います。内装はねこんな感じでヘッドアップディスプレイが装着されていたりと、かなりね作り込みの良さを感じます。カラーはブラックとボルドーの2トーンカラーで、デザイナーの方にお話を伺ったところ、日本仕様のこのボルドーはちょっとね落ち着いた色味にしているそうです。海外だともう少しね赤みの強い明るめのボルドーを採用していたりと、まあ、日本独自のねちょっと色合いを変えてみたりとか、そういった工夫もされているそうです。ダッシュボードは少しね抑揚がついていて、なんか筋肉質のようなデザインに感じます。そしてシルバーの褐色は金属のね削り出し面をね表現しているような、すごくツヤツヤとした金属っぽいデザインになっていて、これもね結構工夫された点だそうです。そしてエアコンの操作は物理スイッチで出ているので、操作もねしやすいかと思います。そして下部には充電口がね2口ついています。そしてワイヤレス充電もついているので、こちらもね便利に活用いただけるかと思います。ドリンクホルダーは2口ついています。で、その後ろにシフトレバーがついていてストレートタイプになりますね。続いては後部座席を見ていきたいと思います。特徴としてはやはり足回りがね結構ゆとりを持って作られているところですかね。非常に足回りゆとりがあって、後席の方も快適に過ごせそうだなという印象があります。続いてはラゲッジルームを見ていきたいと思います。フロンクスはね結構フロア高が高くセッティングされているんですよね。私のね足の付け根ぐらいまで高さがあります。結構高い方だと思います。ただその分ね下部収納もしっかりとしていたので、積載量はね十分かと思います。トノカバーは吊り下げ式でこんな感じでついています。サイドにもこんな感じでポケットがついていて、収納もね充実してますよね。下部収納がこちらです。はい、それでは試乗していきたいと思います。今回試乗していくのはスズキ新型フロンクスプロトタイプになります。ちょっと今までのスズキにはなかったようなちょっと高級ライン、作り込みの良さを感じることができる車両ですね。なんだか見た目もなんとなく欧州車っぽいですもんね。こちらは 1.5 リッターの NA エンジンなんですけれども、おお、ちょっと勾配があるところを走ってもぐんぐんと力強く走っていけますね。あ、そして静粛性がすごいいい。ロードノイズがね全然入ってこないですね。今回静粛性を高めるためにかなりこだわったみたいで、例えばエンジンの音とかも全然今入ってこないんですよね。ちょっと今25度とか外気温があるので、エアコンをつけさせていただいてるので、そのエアコンの送風音は若干
このマイクも拾ってしまっているかもしれないんですけど、車内が本当に静か。これロードノイズ、全く入ってこないですね。へー、すごい。パドルシフトもついてるので、下り勾配の時にはパドルシフトを使用してちょっと減速をかけてみたりとかね、そういったこともできます。はい、続いてパイロンです。これはレーンチェンジをね、模してるんだと思います。スムーズですね。ちょっとこの辺は路面のつなぎ目がね、出ているんですけど、最小限のトントントンという感じで乗り越えていってくれるので、足回りは少し固めかな、空気圧高めなのかなっていう印象があるんですけど、心地よくトントントンと乗り越えていってくれるので、運転してて気持ちがいいですね。やっぱり高速道路とか一般道を走っていても路面のつなぎ目ってどうしても通らなければいけない場合というのは多いと思うんですけど、一般道でもそういった道を走るシチュエーションっていうのは多いと思うんですけど、そういった時にストレスなく乗っていけるっていうのはね、すごくいいですよね。こういったワインディング路面を走っていると多少のロール感は感じますが、そのロールに入っていくこの緩やかさと、あと戻りの良さっていうのがすごい感じることができます。そしてステアリングなんですけど、私個人の体感で言うと比較的重め、しっかりとした手応えのあるハンドリング、ステアリングの重さだなぁと思います。私は今フォレスターに乗っているんですけど、フォレスターと比べるとちょっとね、それよりかは重め、スバル車と比較するとスバル車よりもちょっと重い感じがしますね。でも結構今上り勾配なんですけど、ちょっとたまに回転数が上がってエンジンが頑張ってる感じというのがね、たまに出てきちゃいますね。いいですね。からの、上りカーブに入っていくんですけど、スムーズですね。この車はあんまり街乗り SUV として活用するという観点ですごく優れてると思いました。取り回しの良さもね、効いてくるので、かなり小回りも効くし、最小回転半径が 4.8m とこのクラスではトップクラスのコンパクトなね、取り回しの良さを誇っています。なので縦列駐車だったり狭い駐車場、細い道を走る時にもすごく使い勝手がいいかと思います。で、見た目もかなりかっこよく輸入車っぽいデザインなので、デザインの面でも他とはちょっと違った印象を持たせたいとか、個性的な他と紛れない個性のある車に乗りたいっていう方にはね、おすすめしたい1台だなと思います。この車もし私が新卒の時とか免許を取り立ての時にあったら、ちょっと最初の車として欲しいなっていう風にもしかしたら思ってたと思います。内装もかなり落ち着いていてかっこいい印象があるし、サイズ感的にもその当時乗るにしてはちょうどいいサイズ感だったんじゃないかなと、私はね思います。はい、ということでね、一旦試乗を終わりたいと思います。こちらは肉のモデルをね、試乗してきました。今回もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。